月の虎、月子の夜話。目に見えない世界とこの世界のつながりを探求して広めるオカルトスピリチュアル、オカスピクリエイターの月子です。月子の夜話では、私が大好きな怪談だけじゃなく、不思議だったり面白いなぁとも話をしていきます。声またカスカスなんだけど、前回は不思議な恋の話をしました。今日は目の話です。人の心の中がその人の目つきに現れているっていうことを、よく目は心の窓とか、目は口ほどに物を言うなんて言いますけどね、話す相手の言いたいことを理解しようとするときも、表情の中で特に目つきとかが大事で、笑ってても目が笑ってないとかいう言葉もありますよね。で、心霊写真も同じでね、霊らしいなんか、そういうものの目がこう、なんだろう、恨みがこもった目だったりすると、霊能者の人がよくコメントとかで危険な写真とかって言うじゃないですか。まあそんな感じで、目っていうのはやっぱ大事なんだなと思うんですけど、私がね、15、6年前だ、チラシ配りのバイトをしてたんですね。で、その頃にある地域だけ木造の平屋で、同じ作りの家みたいな、まあ文化住宅っていうんですかね、そういうのがいっぱい建ってるような一角があって、でそこのあたりは空き家が結構多かったんですけど、数はさばけないんだけど、自転車止めてね、ちょっと飲み物飲んだり休憩するのにいい場所だったんですよね。で、そこで、まあ、いつものようにチラシを、ちゃんと住んでいる人がいるとこ、ドアポストにチラシを入れていくんですけど、あれ意外と気を使うんですよ。濡れないようにとか、飛んでいかないようにとか、奥の方までさっと入れて、あるお家のところにチラシを入れたら、待ってたみたいにさっって引っ込んで、それがで、えっと思ったら、まあありがちなんですけど、こうドアポストにね、目がこう覗いてた。えっと思ったんだけど、やばいと思って急いで逃げちゃったで、次の日でも、どのあたりのお家だったか、なんとなくこの辺かなっていうのはわかるんですけど、覚えてないんですよ、みんな似たような作りだから。だからもうこの辺かなと思いながら、こうチラシを入れてったけど、それからはそういうことなかったんですよね。あれ何だったんだろうって、未だに。でもその時見た目っていうのも、本当に一瞬しか見てなかったけど、別に明確な敵意があるとか、そういう感じの怖い目とかじゃなかったから、本当に、わかんない、本当人怖。これは昔、おっかの会社に勤めてた人の体験談っていうか、ある大学附属高校のそばの公園で、ウォーキングするのが趣味だったらしいんですよね。で、こう歩いてて、地面を見ながら歩いて、ちょっと目をこう上の方に向けたら、木の陰から人がこう立って見てる感じがしたんで、って見たら目があった。なんだけど、なんか表情がね、変な感じがして、でよくよく見たら、木からぶら下がってたっていうんです。で、まあその後はもう警察に通報したり、いろいろ大変だったみたいだったんですけど、生きるのをやめてしまった人の会いた目、何見てどんな気持ちっていうか、もう生きてないから気持ちもないんだろうけど、どういう風な目で外の世界見てんだろうってちょっと思っちゃったりします。さっきも言った心霊写真とかで、
怖いなって逆に思うのは、目の部分が不明瞭なやつ。なんか顔が映ってるのはちゃんとわかるけど、目のあたりがこうぼやけてたりして表情が読み取れないとか、そういうやつって怖いなって思います。あなたの周りでも不思議なことがあったり、なんか怖い話とかあったら、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。ちょっと面白いと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。またね。